督偉人を勝利で飾ることができなかった富山、伊藤監督、DC リーグ石川 6-0 富山、8日、金沢市。in 石川ミリオンスターズが、富山 GRN サンダーバーズを 6-0 で下し、ホーム開幕戦を飾った。先発した金沢星稜大出身のルーキー右腕で、近藤俊太郎、2。一家、7回を3安打無失点に抑えて白星デビュー。7回にあられにより約2時間中断したが、再開。後に5連打で5点を追加して突き放した。開幕戦となった富山の元ヤクルト投手、伊藤智仁監督、47、は、初陣を飾ることができなかった。富山、伊藤監督は初陣を白星で飾ることができなかった。開幕投手を務めた前巨人、乾は、6回まで1失点と好投。あられが降り出して中断となった7回途中に降板し結局、3失点も、指揮官は、乾は十分に仕事をしてくれた。悪条件の中で粘り強く自分のピッチングをしてくれた、とねぎらった。一方でわずか4安打に終わった打撃陣は、オープン戦からこういう感じ。何を打ちたいのか見ていてもわからない、と奮起を促した。引退後はヤクルトで14年間コーチを、務め、今季から富山の監督に就任した。NPB で通用する選手を作りたい。ファンの皆さんの期待に応えられるように選手たちを鍛えたい。まずはホーム開幕戦となる13日の滋賀戦、高岡西武で初白星を狙う。